なんとニットの貴公子がギャラリーに。あの広瀬光晴さんが東方に遊びに来てくれた。広瀬先生。何でしょうか。いや本当お疲れ様でした。もう撮影終わったんで私もほっとしてるんで。でもなんかこれからなんか編まれるんじゃないですか。編むって。編むから。私もねビーズをちょっと編み込んでみようかな。もうビーズの中に埋もれておりましたらやっぱりなんとなく編みたくなるじゃないですか。はい。まあ、私はなかなかビーズでアクセサリー作って。いやいや今からどう見ても編もうとするじゃないですか。これ何かで何か出るんですかね。まあ私もちょっと1年ほど YouTube やってるので、はい、そこでこのビーズの編み込み方なんかをご紹介してみようかなと思ってるんですけど、ぜひぜひ、あのそんなところであんまりお見せしない方がいいかなと思ってるんですが、そのうち皆さん方の目にも止まるんじゃないかなと思っていますんで、はい、ありがとうございます。広瀬さんの YouTube、はい、みんな楽しみにしててください。はい、お願いします。